1月3日日曜日、アメリカンフットボール日本選手権プルデンシャル生命杯第69回ライスボールが東京ドームで行われました。立命館大学パンサーズは全国学生リーグを勝ち上がり、全日本大学選手権の甲子園ボールで5年ぶり8回目の優勝、ライスボール出場を決めました。相手は日本社会人選手権ジャパン X ボールを制したパナソニックインパルス。立命館大学出身の選手も多いチームです。第1クォーター試合開始3分、インパルス11番佐伯がフィールドゴール成功で先制点を入れます。しかし、パンサーズも負けじと残り2分、クォーターバック18番土地尾がフィールドゴールを決め同点に追いつきます。第2クォーター、インパルス11番佐伯がまたもやフィールドゴール成功、2連続で得点を入れます。そのまま9対3でインパルスリード、前半を折り返します。なんとかここで追いつきたいパンサーズ。しかし第3クォーターが始まり、インパルス33番横田にタッチダウンを決められます。ここでパンサーズ56番浦野がトライフォーポイントをリカバー。そのままパンサーズは流れに乗り、パスを成功。そして32番西村がタッチダウンを決めます。トライフォーポイントは外し、第3クォーターは終了。第4クォーター開始6分、パンサーズ18番土地尾がフィールドゴールを決め、インパルスに3点差まで迫ります。その後インパルスがファンブルしたボールを38番奥野がナイスリカバー。攻撃権はパンサーズに変わります。そしてパンサーズ11番西山から86番猪熊へのロングパスが成功。そのままタッチダウン。トライフォーポイントも18番土地尾がしっかり決め、パンサーズ逆転します。しかし第4クォーター終了間近、インパルスにタッチダウン、トライフォーポイントを決められ逆転を許します。最後にパンサーズにチャンスは来るものの、フィールドゴール失敗。パンサーズ点を取り返せず試合終了となります。今日の試合はどのような心境で挑まれましたか？相手が強くてチャレンジャーという、ただひたすらそれだけで、そういう意味では最後の1秒までチャレンジし続けたということは評価したいと思います。そうですね、もう明らかに違いますよね。体力も何もかもやっぱり経験も強いですけど、彼らの上ですけれども、それでもやっぱりこのスポーツは、こういうところまで勝負できるのがこのスポーツの面白さだと思うんで、まだ来年以降も、ここにたどり着けるなんてことは言わないですけども、もうまたチャレンジしたいと思います。それを振り返っていかがでしょうか？やっぱ2回生の西山がいいボール投げてくれて、僕は持って、走っただけというか、みんなのおかげです。パスプロとかもちゃんと持ってくれて、やっぱ勝って MVP に選ばれたかったです。なんか嬉しい話やらみたいな感じです。この試合はライン戦が非常に重要な、要となったと思うんですけど、それもいかがでしたか？そうですね、やっぱり社会人の OL 強くて、重くて、ランニングバックとかも本当にそれぞれの選手全員が社会人は強くて、本当に苦しい試合やったんですけど、この立命館のディフェンスの象徴としてディフェンスラインが絶対あると思うんで、そこはほんまに自信持っていこうって言ってやって、ほんまに、全くボロボロにやられたわけではないんで、絶対社会人に対して戦えるっていうところは見つけ出せると思うんで、今日学んだことを次に生かしてほしいです。弱いやつらでもここまで来れるっていうことが今年1年で分かったと思うんで、ほんまに絶対に挑戦者っていう気持ちを忘れずに、ほんまに謙虚にがむしゃらにやれば絶対結果ついてくると思うんで、最初は絶対しんどいと思いますけど、来年のチームは、絶対やればできると思ってるんで、そこを、絶対無駄にせずに、今日の悔しさを忘れずにやれば、絶対勝てると思うんで、ほんまに勝ってほしいなと思います。19対22で惜しくも日本一を逃したパンサーズ。しかし社会人チームに対して見事な攻防戦を繰り広げ、白熱した戦いでした。次のシーズンではどのような試合を見せてくれるのか、パンサーズに期待です。